わっさっ、ヤピマルです。そして、はい、どうも、ジミです。よいということで、今日もアチャピさん来てもらいました。今日はですね、はい、まあ、いつもランキング系でアチャピさんに来てもらってるんですけども、まあ近々マンスリーっていうね大会があるということで、まあアチャピさん出るんですよね、本戦に。はい、出ます。はい、なんで、まあこの前ワホッチにも質問みたいな感じでしたんで、今日はアチャピにいろいろ聞いていこうかなと思います。はい、やっていきましょう。チャンネル登録と左下の高評価ボタンよろしくお願いします。よいしょ、レッツゴー。はい、じゃあやっていくんですけども、まあワホッチとやった時はね、3-3でやったんですけど、全然質問できなかったんで、今日はリオでいきます。はい、リオプレイヤーなので。リオプレイヤー、リオモサプレイヤー。はいはいはい、やばいやばいやばい、実はちょっとやばいっすね来たら飛ぼうかな俺。はい、じゃあおびき寄せますわ。うん、やばい、ナイス。おもて、下下下、ワオ。あ、ナイス、オッケー、一旦オッケー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 。え、当選ちゃう、やばい。あ、オッケーオッケー、はい、あ、じゃ質問忘れた。質問いいっすよ、質問いいっすよじゃまず同じ質問してこう。プロになったのはいつですか。え、いつだろう、2年前くらいじゃないの。2年前。そうっすよね。あ、やっぱ長いね、プロ歴。長いと思う。え、強っ。なるほどね。はい。ゼータ、そっか、ゼータ長いもんな。ゼータの前から入ってたんで。あ、そうじゃん。ジュピじゃん。そうだから。夏。もうジュピター忘れてたわ。はい。いやー、いいっすね。やっぱ歴史があるね。最初さ、ね、あれだったよね。はい、B-Boy みたいな。あー、それはアマチュアっす。え、なんかいたんだけど。よっけよ。はっけ。あ、アマチュアね。でもさ、B-Boy で結構成績とか良かったもんね、はい、昔は。良かったっすね。いやー、あの時から俺は応援してましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。嘘。絶対嘘やん。え、嘘じゃないじゃん、だって。ね、いろいろ連絡していてたじゃん、俺ら。嘘だっけ。え、うわ、誰それ。あ、これ。怪しいのよ。そのダルーは、マックスに言ったんだよ。俺は。ダルーはマックスに、そう。いや、でもだってさ、LINE とかしてても普通にその時から。まあ確かに。はい。っていう感じ。まあそこら辺の質問はいいんですけど。あとなんだっけな。練習時間か。ああ、練習時間はまあ、スクリーム、フレマと。うん、ぐらい。そうっす。あとは、あとまあ適当にマルチやったりって感じ。とりあえず、うんうん、なんだろうな、日によってめっちゃ変わりますね、正直。アチャピアでもね、すごいなんかブロスターめっちゃやってるって、ほんとそんな感じする。ほんとっすか。だってトラ揚げもやっぱ手伝ったりしてるし。ああ、やってる時多いっすね、ソートロとかも結構ね。そう、やったりするし、めっちゃ手伝ったりとか。そう、ソートロも俺の中で競技勢って結構低い人多いけど、終わり、そう、結構高いよね、アチャピアって。6万は一応やったんで、この前ちょっと前か。そう、かなりだからブロスターをめっちゃやってんなっていう感じですね、アチャピさん。 YouTube も頑張ってるし。ありがとうございます。はい、まあでも基本的にやっぱチームでの練習はスクリームだけ。そうですね、チームでの練習はそうですね。ああ、そこはやっぱどのチームも一緒なのかな。多分そうやと思います。はいはいはい、まあ、そこでいろいろ調整したりとかね。はい、うちでスクリーム練習なんかやってた時あったじゃん。はい、やっぱね、雰囲気ね、あー競技勢だわって感じだったみんなで通話して指摘し合って、なんかそのマジでなんかなんだろうな、ガチで勝とうとしてる感じが伝わってたね、あの時はそう、いやでもそれでさ、やっぱ結果出てるから、うん、やっぱそういう練習は大事なんだなってなるよね。そうですね、大事っすね。うん、ランキングっていうか、そのポイントのやつもワホッチにちょっといろいろ聞いたりとかして改めて表とか見たんだけど、はい、もうなんか1位2位の差もそこまでないよね。いや、そこまでっていうか、もうなんか3ポイントとかそんぐらいっすね。うん、だから結構最初ゼータ1も指定とかモヤゴクの方のねチームがなんかすごい強いみたいな感じだったけどさ、途中からやっぱアチャピとかのチーム仕上がってきて結構勝ったりして、もうなんか全然ね、もうなんか差がないよね。
はないですね。なんかポイント、うん、後半からポイント2倍っていうのが多分でかいです。ああ、そんなのあったんだ。そうっす。知らなかった。そうだから結構やっぱゼータ全体的にもう強いなって感じの今イメージですね。そうっすね。結構マンスリーもゼータが今全部優勝してるんで、うん、どっちかがね。まあ他のチームもちょっと頑張ってほしいというか、日本のチーム結構強いけどね、やっぱ強いっすよ。うわ待って、うわマジか、怖いぜ。お、一個いる、やばい、死ぬ。そうやん、死ぬのそれ。もっつやめよう、やば。はい、じゃあ次の質問です。はい、まあ今日本チームで、まあ、日本チームじゃなくてもいいけどライバル視してるチームとかってある？やっぱゼータワンっすね。ああ、まあさすがにそうか。そうっす。他のさ、BD とかライジングさんはやっぱ強いけど、はい、ゼータワンがちょっと強すぎてみたいな。いや、そういうわけじゃないですけど、まあでもライジングさんもポイント的には結構3番目かな今。そうだね、なんか100ポイント差ぐらい、なんか優勝したらワンチャンみたいな。そうっすね、だからそこもちょっと怖いところではあるんですけど。オッケー、ナイス、強。なるほどね。ふざけんなお前。アッシュすごいな。いやバイロンの方がいいな俺。なんかちょっと足速すぎ追いつかない、回復の範囲が追いつかない。挟んで挟んで挟んで、はいはいはい。まあなるほどね。あと何聞こうとしたんだっけな。あとは、ゼータゼロの、まあ、強みをちょっと聞きたいなと思ってて。まあ、やっぱ、なんだろうな。なんか、うん、なんだろう。強みなんすか？いやー、難しいね。なんだろうな。なんか、そう、なんか安定なんか、どうなんすかね。そう、ちょっと安定かなと。ちょっと左かね、これ。はい、消す。吸いたいけど。一旦隠れよ、まあ、安定の強さとかあるよね。そのそうですね、ゼタワンより正直安定の強さがある。そう、ガチの安定型みたいな。そう、ゼタワンはなんかもう爆発力えぐいみたいな感じはあるけど、そう、天才とか、天才がまずいる。天才アチャピっていうのがもう安定の人たちなんだよ。アチャピ、これちょっと一瞬していこう。いや、これは上から挟んですよ。オッケーオッケー。ああ、そういうことね。ハサミね。いつ吸おっかな、これ。オッケー。うまい。ナイス。ゲイ。オッケー。よし、モザイクブロック神マップ。マジで。よしよし。まあ、安定の強さみたいな感じか。そうですね。あと、長射程系がちょっと。うん、得意なやつら、人たちが多いかな、俺ら。ああ、そうなんだ。逆にタンクはそんな使わない？タンクちょっと渋いっすね、俺ら多分。ああ、逆にね。そうっす。ああ、そういうチームなんだ。特徴って感じだね。ゼタの、はい、ゼタゼロの特徴みたいな。いやー、そう、こういうの聞くと結構面白いよ。なるほどねってなるよ。そう。いやー、日本のチーム面白いな、やっぱ。強くてみんな。面白いっすよ。強いっす。うん、どこも結構強いとこ多いんで。いや、ほんとそうだよね。いやー、ESL とかね、みんな見てなかったらマジで見てほしいです。あれ、アジア大会っていうのかな ?1 位を決めるみたいな。なのに、全部日本チームなんですよ、あれ。予選とか勝ってきてんのが。それがね、正直、やばくて、実際。結構、なんかその、海外の、フランクいるじゃん。はい。フランクわかる？わかりますよ。フランクもね、やっぱ日本のチーム、すごい注目してるってずっと言ってる。そう、うん、そのゼータだけじゃなくて、その RS とか BD とかなんかいろいろもう全部注目してるって言ってた。日本がもう圧倒的にやっぱ強いっていうのは俺も感じてるよみたいなこと言ってたよ。うん、だからその競技勢の、まあ、みんなのおかげで、もしかしたらやっぱ日本のプロスターのためになんかしてくれる可能性とかも全然あるっていうのが今のところね、結構ですね。ああ、待って、帰ってきます。可能性ではあるから、やっぱ個人的にはね、すごいいいなって。下だ、これ下下下下、うぃ、やばい、ノープ、あ、やばい、いや、ごめん、アチャピンもう湧くと思ってた。
アチャピ湧いて速攻あの やってもらっちゃうみたいな感じだったけど、そうそうそう、2秒ぐらいここであったらな、いやまあほんとそれだわ、勝ちたい、ナイスナイス、ウルトため、あだす、あでも黒が溜まっちゃった、なオッケーオッケーオッケー、うわやばいそれ、うっ、ああちっ、うちょっとなんかジャレットが強すぎるな。はい、じゃあもう基本的な質問は終わったんで、次あのツイッターで募集した質問を聞いていきたいと思います。ほい、まあこれ多分みんな気になると思うけど、なんでプロに なりたかったっていうか、なったん、なんでプロになりたいと思ったんですか。いや別に最初は別にそんななりたいとかなくて、はい、普通にブロスターやってたんですよ、うん、シンプルに、うん、で競技シーンでただシンプルに結果を割と残してたんかな。うんうん、そうだね。そしたらなんか勧誘されたって感じですか、最初のあれは。そんななんか自分はプロを目指してやってたとかではなかったんですよ。ちょっと待って、オッケーボコボコにされてた俺なるほどね。でもプロ確かにそうだね、アチャピは。はい、なんかでもプロになる人って基本そうだね。確かになんかなりたいと思ってる人ももちろんいるけど、なんか勧誘される人は多いよね。多いですね、勧誘で基本、うん、確かにな。って感じです。はい、ありがとうございます。おい、じゃああとは睡眠時間だって。睡眠時間はマジで日によって変わるんですけど、うん、ね、寝るときはもう10時間以上とか寝ます。爆睡します。すごい寝てんな、爆睡だね。でまあまあ普通はあれですね、普通は7時間とかする、7時間。あー結構でもちゃんと寝てるね。なんか7時間が一番いいって聞くんで。あーそうだね。なんかやばい、ちょっと待って、俺きついんだけど、どうしようこれ。いや俺が仕掛けますわ。うん、ナイス仕掛け。あきつ、うわー、なんか二人にいじめられたわ。どうしようかな。まあ飛べるから一応。そうっすね、まだまだいいわ。てか下の方が強いねこれ。やめて、マジやめて。上はここいる？オッケーオッケーオッケー。あ、いるわ、右上もなんかいるわ。うわっ、ナイスカイ、出るゲイ、うん、ナイス、ためて飛んで、ためて飛んで、ためて飛んで言わんで、ノーバーン。もう強いな。もう一回行こう。位置悪かったのかな。はい、ブロスターを飽きたことはないのかっていう質問が来てます。あー、ありますね。余裕で、余裕である。はい、そういう時はどうしてんの。まあでも無理やりスクリームしてたらまたハマったって感じです。あー、飽きてもスクリームだけはちゃんとしてたんで。なんかやることあったら飽きないよね。飽きないっていうか、そのやるじゃんずっと結局。そうです。そうなるとやっぱ自然的にまたやりたくはなってくると思うっていうのはある。ただあれだよね、多分モチベの維持の方法とか結構みんな気になるんじゃない。あ、そうです。それがそんな感じ、無理やりやってみたいな。そうですね、もう無理やり練習してなんかきっかけでまたハマるみたいな。ブロスターってでもそうだよね。なんかあれっすね、なんか目標を立てるといいっすよね。いやわかるわ。トロなんとかとか、うん、そういう目標を作るのが大事かな。そうだね、俺もなんか動画上げるみたいな感じだし、うん、そう、モチベ、そうだね。あとマジで俺いつも言うんだけど、3日やらないとやりたくなる結構。本当、これ本当です、これ本当です。もうアチャピオフシーズン来たら3日やんないでみ。了解です。やりたくなっちゃうから。絶対やりますよ。なんかさ、もうやっちゃうよね絶対。やらなきゃいけないみたいな、もう使命感みたいな。うん、あるね。は？上から急に。ちょっと待って。ちょっと待って。わかんない。はい。しゃ。じゃあということで、あの聞くことがもうないんで普通にやります。これ。あ、でも結構さ、俺とアチャピのさ関係をあんま知らない人とか結構いそうじゃない？おお。なんかリアルで、そう、配信とか別にマジ何もしないんですけど、結構ね、アチャピが
これ言っていいのか分かんないけど、東京の方に、関東の方に来た時は、まあ、基本的に会うよね。はい、会いますよね。うん、会って、まあ、遊んだりとか。そうですね。割となんかブラス界隈だと、はい、今多分一番合ってるかもしれない、俺の中で。お前ですか？うん。会って遊んだりとか。うん。なんだろう、俺結構やっぱ、なんだかんだ人見知りな部分があるよ、実は。え？いや、そう、ええでしょ？そう、ええでしょ？あの、ほんとなんよ、俺。人見知りかわかんない。あの、めんどくさがり屋なのかもしれない。ああ、めんどくさがり屋。そう。だから、あの、アチャピはね、やっぱ遊ぶっていうのは全然、やっぱ気使わないから。まあ、いいことでしょ？いいことっす。そう、いいのかなって感じ。どうする？誰か吸いたくね？まだいい？ペンに吸いたいです。オッケー。あー、どっか行った。一旦カス当てで、カス当てで、はい、あ、ケツ下いるよね、これ下いいです。うっ、攻撃したらダメ。あー、いってみい、リード溜まっちゃった、あれで。そうなかったんか、元。お、いける、いけ、ナイスナイス。あ、スプーか。渋い。OK、渋い。なるほどね。ちょっと、でも面白いね、ディオ、割と。面白いです。うん。はい、っていう感じで、今日はね、最初の方はちょっとマンスリー系でつい、あの、聞いたんですけど、後半は、まあ、はい、アチャピのこと聞くみたいな感じでやってきました。はい、まあ、なんか他に質問あったら、またコメントでお願いします。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりますか。多分この動画が出るのが、あれ、マンスリーって明後日だよね。土曜です、土曜。だから多分この動画金曜に出てるんで、明日がマンスリーです。皆さん、あのブロスターの公式チャンネルで、大会見れるんで、よかったら見てください。多分見てないというか知らない人多いから、絶対。ああ、そう、今年の土曜の何時だっけな、16時ぐらいですね、多分16時17時ぐらいから始まります。はい、夕方にあのブロスター公式のチャンネルで見れると思うんで、よかったら見てください。お願いします。あとマジこれも知らない人いると思うけど、別のサイトで見るとピンズもらえるんですよ、実は。ああ、もらえます、もらえます。そう、ポイントとか集めて、それもね、それどこに載ってんのかな、なんかブロスター公式ってツイッターかな、それって。ツイッターとか載ってますね、イベントうんうんうん、リンクとか貼ってあげたらいいかもしれない、秋さんが動画の概要。 OK です。じゃあ、 あの動画のこの概要欄の下のとこに、そのサイトに飛べるやつ貼っとくんで、そこでなんかスーパーセル ID とか、あ、そう、このピンスとかいろいろ、こういうなんかいろいろもらえますね、こういうのとか、うん、ちょっと変わった、これかな、多分こういうのもらえます、ね、ああ、コインとかももらえるしね。ああ、もらえます、もらえます、うん、結構いいと思うんで、よかったら参加してみてください。ということで終わります。チャンネル登録、高評価、アチャピのチャンネルリンクはもうずっと下の概要欄に貼ったんで、ね、登録お願いします。お願いします。終わります。皆さん、それでーす。バイバイ。